プロランナーの川内優輝、相生日清童話損保が公式 X を更新し、再びマラソン補欠問題に関して言及した。日本陸上界が誇る最強美人ハードラー田中由美の華麗なる源泉フォトを一挙お届け。パリ五輪の陸上女子マラソンはシファン・ハ散、オランダが2時間22分55秒の五輪新記録で優勝。 日本勢は鈴木優香が2時間24分02秒の自己ベストで6位入賞を果たし、東京五輪8位の一山麻央は51位でレースを終えた。一方、もう一人の代表選手だった日本記録保持者の前田穂波は無念の欠場。レース前日、右大腿骨の疲労骨折が明らかとなったのだ。日本陸上連盟の対応や補欠解除日の設定など、 ネット上では様々な議論が交わされる一大騒動に発展。今大会の男子マラソンで補欠メンバーだった仙台は再三にわたって XA で試験を述べ、当事者としての建設的なメッセージを投稿してきた。そんな中、仙台は新たに、補欠も含めた選手の専任コーチ会議で事前に決まっていた大会10日前の補欠解除日をギリギリまで引っ張れるようにするには、 と題して三つのアイデアとそれぞれへの問題点を発出した。以下の通りだ。安一補欠にも選手 ID やユニフォームその他のウェア等が支給されるように JOC と交渉して、現地入りして五輪の定める補欠交代期限まで役目を果たす。これができれば理想ですができないのでしょう。安二補欠は自費または陸連の予算で現地入りし、選手村には入れないので、陸連の事前合宿地。 今回だとセルジーで補欠交代期限まで役目を果たす。これだと観光客と同じ扱いで ID パスがないので、現地にいても制限エリアに入れないので大会当日の給水補助などのレース中の手伝いはできません。ID パスがないので移動に選手、スタッフ用のバス等も使えませんが、沿道で観光客のような応援はできます。アンサンマラソンも補欠をやめる。 一度別の種目であっても五輪を経験した選手にとっては ID もユニフォーム等もなく走れるかもわからない補欠は辛いかもしれません。しかし、五輪を経験したことがない選手にとっては大会までの流れや仕組みを知ることは良い経験になると思います。今回も鋭い視点で潜在する問題を炙り出した仙台。果たして今後の五輪や国際大会に向けてマラソン補欠問題、 は改善されていくのだろうか